何なんだこの暑さは10月のコーデですはいこんにちは森下ですなんかもうすごい暑いですね10月ももう半ばなのにまだまだなんか30度超えそうみたいな日が先週まであってやっと温度が下がってくるよっていうのが今日ぐらいです なんか最近本当に異常気象なのかなんだかわかんないけどもう慣れてきちゃったから別に何とも思わなくなってきましたねその日の温度見てうん今日は暑そうだから T シャツで行こううん今日は寒そうだからなんかジャケット着てこうみたいな感じでなんか何とも思わなくなりましたけども先々週にやったばっかりですけども今日は今月は早めにやろうと思って10月のコーーディネートをお送りしたいいと思います僕は扱いなんで僕が11月ぐらいに着たいなと思う格好を多分提案すると皆さんの10月ぐらいになるのかなと思ってご紹介しようと思ってます 今日もね、なんかコンビニエンスストアに行ったらなんか僕は暑いなと思って T シャツ1枚で行ったんですけどもなんかそこの店員さんはタートルネック着てたんで <laughs> この差は何なんだろうと思いながらどっちかっていうと落ち込んでたんですけどもなんかね、やっぱりいっぱい着れる方がかっこいいんでまあ、日中と日予感の,あの温度も変わってくるんでいろいろとこう 調整できるようにしときたいなっていうところはもちろんあるので、まあ、その辺は9月に引き続きなんですけども、まあ、10月のコーディネート行ってみたいと思いますはいまず1個目のコーディネートですねこれジャブスです <laughs> なんか運動神経悪そうな人みたいになってるな <laughs> 運動神経いい方ですよ本当はジャブスのデニムが出ました名付けてジンズです色張りは今僕が履いているブラックの色落ちとこういうストーシュのやつと ブラックとホワイトですね。という色展開になっていてまあこれがまた伸びるわけですよめっちゃくちゃもうゴムのようにそしてこのスタイルの良さということでまあなんか売れるの必須なんですけども10月のコーディネートと言いつつですね10月に入荷したおすすめアイテムの紹介もちょっと兼ねていきたいと思ってるんでご容赦ください。 暑さ、寒さ、くるくる変わるんで、あの、シャツスタイルで中はカットソーなんですけど、モックネックを着てます。あの、前回ね、ちょっとモックネックいいですよっていう動画を出したので、そちらもご覧いただきたいんですけども、まあ、その時にまだ到着してなかったチルコロのモックネックを着てます。着こなし的には、まあ、シャツ一スタイルなんだけども、一応、まあ、中をあんまり肌見せてると寒々しいから、まあ、一応、2枚重ねにして、しかもこれ、あの、オーバーシャツで着れる厚手の生地なんですね。まあ、そういったものを、まあ、この中に入れて、少しこう、この辺を開けて、こうやって着るスタイル。 今っぽい感じですよね。で着てもいいですしもちろんもうオーバーシャツなんでカット装をー出してでシャツも出して何ていうかアウター軽アウター代わりに使うっていう感じですよねまあこれも別に前に締める必要もないと思うんですよね、まあ、こういう感じでもうラフに着てあげるでこのシャツちなみにジャンネットのものであのかなりこう生地が厚めで少しボックスシリエットで大きめなサイズの感じになってるんですねだからさっきみたいにインして入れることもできるんですけども基本的にはこういうふうに。 ちょっとシャツジャケットっぽく着るというのが主な提案になってます。こういうコーディロイですね。昔はコールテンって言ったんですよね。コーディロイのシャツアウターっぽいやつ。これがやっと。あとネイビーかな。黒かな。なんかダークとダークトーンのやつがもう1色あるんですけどもまあ、こういう感じで本当にこの時期ぐらいに。 なんか暑いなと思ったらこうインナーになって寒いなと思ったらパッと羽織る、まあ、外歩く時はパッと羽織るっていう感じの着こなしができる、まあ、シャツは1枚持っておくと便利ですよね非常にこれ合わせとしてはめちゃめちゃカジュアルな合わせなんですけども決してそんなにカジュアルすぎないっていうのはやっぱりまあ全部イタリアのもんだからかなっていうところありますよね、まあ、イタリアのもんだからそうなるわけでもないんですけどもやっぱその大人が着れるような設計にあえてしてあるっていうのが、まあ、ジャネットでありチルコでありジャブサルキビオといったところの凄さかなっていう感じですね 1で、えっと、一番目に来てるのがジャンネットですねあのさっきも言いましたけどちょっとボックスシルエットになってるんですよねあんまりこうきゅっと細くなってないので、まあ、軽く羽織るには最適な設計あとここにポケットがデカめのがボンボンってついているので、まあ、そういったところもアウターっぽく見せてるっていう要素ですね、まあ、襟なんかもねこうちょっとさせて,てあげて着てあげてもいいんじゃないかな往年のキムタクみたいですけど、まあ、こういった感じっていうのも悪くないかな中に来てるのはチルコロのカシミアタッチっていうののカットソーです えっと本当にそのな通りカシミヤみたいにすごい柔らかくて。 でまあ、前回紹介したモックネックの回では紹介できなかったのでちょっとデリバリーが遅れてきてなかったからなんですけどもあれらのカットソウよりもやっぱりカシミヤっていうだけあって結構厚めなんですねだからこう中のインナーとかも今透けてないですよね僕あのインナー着てるんですけども透けにくいのでこう1枚で着た時にあの比較的こう街歩きやすいというかあんまりこうこれがテロテロだと、まあ、夏はいいですけどもやっぱ秋口にこうテロテロのカットソだとなかなかね1枚で着るのもねっていう時にまあ本当に程よい肉厚 かなっていうところだと設計とかもすごく良くてあの形が綺麗なんですよね日本人にもすごいぴったり合うような腕の長さからまあ、胴周りから首周りからっていう設計になってて僕は非常にこのチリコのカシミヤタッチのやつはあのカットソーはすごく評価している商品です お待たたたせせしましままっっていいうこことでで、まあ、れ結構問い合わせも多かったんですよねジャブスとかデニム出すんですかみたいな質問とかすごい来ててまあ展示会の時にねちょっと先回りして情報を流してたからなんですけどもあのシルエットは本当ジャブスっぽい綺麗な細身のシルエットになっていてであともうとにかくストレッチがすごい効いてますねこんなにビュンビュン効いてますっていう感じで履きやすくて美しいシルエットという感じこれからの時期ねロングパンツに慣れていかなきゃいけないっていう意味では最高なアイテムじゃないかなというふうに思います デニムが苦手な方でも履きやはい、えっと2個目のコーディネートですねチンクアンターのレザーとあとインコのパンツ中がさっきのカシミアタッチのタートルネックです。で一見ちょっとこれね色目とかあとアイテム的な見た目とかで10月でこれきんすかみたいなねいうふうに思った方もいると思うんですけどもあの実はこれ中がねこれ葛藤想像のタートルなんでそんなに厚くないんですよ チンクアンタなんで非常にこううまく薄くなめしちゃって軽い着心地これしかもタイトシジェットじゃないんですよあの腕とかもね古着のミリタリーの形をちょっと持ってきてる感じになっていてあの今っぽい形をしてるんだけどもあの涼しく着られるっていう感じもあって、まあ、これぐらいだったら全然10月ぐらいでもいけちゃうかなという感じでなんかそんなにこう重たく見えるんだけどもあの実は着てる人はそんなに暑くない。で やっぱりその季節を先取りしてる感って前も言いましたけどおしゃれに見えるので、まあ、こういう感じで10月から街を歩いてるとおしゃれかなあと特筆すべき点がこれインコテックスのテクノサルトリアルっていうシリーズなんですねこれインコテックスの普通のドレスラックスっぽく見えるじゃないですかちょっと近くで見てもらうと本当フランデルにしか見えないんですよあのウールのフランデルにしか見えないので多分あ,あいつものインコテックスのドレスラックスねって思う方もいると思うんですけどもテクノサルトリアっていうラインコレクションラインがあってこれがそれなんですねそれ何かっていう とテクノっていう名前のとおり生地がですね非常に機能を持ったものでこれなんかもすごくて撥水性があって30度までだかなのマシンウォッシャブルなんですねストレッチ性もあるんですよだから履き心地もいいし例えば撥水性軽い雨だったりとかあパスタが飛んじゃったみたいな時でもあの汚れにくいということでもし万が一汚れてもそのまま家で洗濯機で洗えるっていう感じでこの見た,見た目でそんなにイージーケアのドレスラックスってまあないじゃないですか それをインコテックスが作ってきてるっていうのがテクノサルトリアラインなんですけども、まあそれがこいつなんですね。だこんなに綺麗なシルレットでそんなにいい時期やっていうところが非常にこう面白いなというところ。これチンクハンターの新作かな多分。うちはオーダーしたのは初めてで確か新作だったような気がします。いつものね、チンクハンターの,あのライダースとかだと結構ぴったりフィットでキュッと締まってくるじゃないですか。エンメティとかもそうですよね。ただこちらはあのかなりこうアームとかも太めで。 ちょっと古着っぽいテイストなんですよね。それがまたすごくかっこよくって。で、裏もちゃんとこう、撮影の,の生地が貼ってあるので、腕通りもいいですし、レザーの色移りみたいなものもあんまり考えなくていいと。かっこいいですよね、すごい。で、中がさっきのカシミアタッチっていうのの生地の,あのタートルネックですね。この辺のタートルの高さの設定なんかも絶妙で、あの今ぐらいの時期かなくてもそんな暑くないですし、あとまあ、やっぱ冬場になってもね、またタートルネックの下に来たりとか、 あとまあこの上にクルーネック着てあげてこうレイヤードしたりとかっていう着こなしもできるので多分めちゃめちゃここからの時期ずっと活躍するアイテムじゃないかなというふうに思います。 であの非常にこう伸びもいいので着心地もいいですであとやっぱり注目したいのはこのインコのサルトリアですねこれで一発動画1本撮りたいぐらいなんですけども、まあ、ドロー口座がついていて、まあ、そういったイージーケアの仕様で何が一番いいかっていうとやっぱりまあ普段着として使えることですよね、まあ、これだけこう締めてあげてニットとかをパッと上で着てあげるだけでも休日とかもガンガン出かけられるっていうのがやっぱり大きいかなと思ってて本当のドレスラックスってやっぱり、ね、ベルトして公園でこうちょっと座るなんか絶対ありえないじゃないですか まあそそうういいいいっったことももんななな気にしなくてもいいかなってかのが魅力ですかね。で後ろもねチャーリングになってるんですよこういうふうに伸びるので、まあ、着心地も非常に楽ですというところもあってドローコードで後ろシャーリングでゴムが入ってるとなんでウエストも伸びるし生地自体も伸びますとでイージーケアということでまあ言うことないかなっていうスラックスです。 足元はねやっぱり上がスウェードだったんで下もスウェードの靴で合わせてあげると統一感が出るかなということでフェランテのスリッポンで合わせてますスニーカーライクな万能な履き心地ですねはいえっ、ー、と10月はですねもうタイルアップですねやっぱりまあこういうきちっとした格好をそろそろしようかなっていうのも10月じゃないですかね9月はまだ言い訳聞くんですよねまだ暑い日もあるし夏だから夏もね残暑厳しいしとか言ってられるんですけども10月になったらもうビシッとネクタイしてっていう格好はそろそろ取り入れてもいいんじゃないかなとね リモートだからいらないえイージーが今イージー系だからいらないノン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 そんなこと言っちゃダメです。もうみんな来ましょう。もうリモートだろうがなんだろうがズームの前でもうタイルアップしておはようございますっていうようなね感じでもう行きたいじゃないですか。あなんであいつタイルアップしてんだとかジャケット着てんだみたいなのをあえてもう見せつけてやるという感じ上司からはあいつもしかして転職活動してんじゃないかなぐらいなプレッシャーを与えながらですね自分の ポジションを確立していくみたいな前向きな気持ちでやっぱりネクタイとジャケットを着て家の中でネクタイとジャケットの仕事か。 でも僕やりましたよ。前も言いましたけど、スーツ着て家で仕事ってやりましたよ。あの、全然会社行けなかった時期に。というわけで、まあそれはカマキで置いといて、まあでもやっぱりこれぐらいの時期からタイルアップはもうちゃんとやりましょうと。ジャケットがしっかり見えるんですけど、も一枚自体になっていて、シャツ生地みたいな薄さを持ってます。それも背っ端とかないんですよ。背っ端ってここにボタンホールがついてるんですけども、それがなくて袖なんですね。すごく軽いですし、あとインナーとかをこう着ても全然邪魔にならないと。まあその分値段も安く抑えられてるとこもありますよね。 ただこれバルバなんで、形自体はめちゃくちゃ綺麗です。で、まあ、開けて開けて着てあげてもそんなにバハッと昔みたいに広がらないので、まあ、軽いカーディガン代わりで着てあげても OK と。まあ、ニットの上とか着てあげてもかっこいいですよね。まあ、ただ今日はちょっともうタイラップ推しなのでタイラップで。で、ネクタイはアットバンヌッチです。タイワタイをやってた加賀さんがやっているブランドですね。加賀さんがすんごい知ってるので、柄の出し方とか。これもサークルでレジンを作るみたいなデザインになってるんですよね。 こういう凝った柄っていうのはもうアットワンの違いできないので,で中はボレーエルロのシャツですねこの時期にだからこそこういう格好で出るて人は少ないから逆にやっていればいいんじゃないかなっていうふうに僕はすごい思うんですけどもでベルトがサドラーズですねコットンとスウェードのメッシュになってて足元もボードインのスウェードの靴なんで合わせやすいですよねでパンツですねテクノサルトリオのさっきは黒だったんですけどこっちは実はグレーで同じモデルなんですよね全然ドレスラックスにしか見えないですよね まあまあドレスラックスなんですけども、まさかこれがマシンウォッシャブルだとか、撥水性を持っているなんて思えないような、機能もある素晴らしいドレスラックス。で、まあこういった感じでさっきのブラック含めて、こういうタイルアップ構図でも全然使えますということをちょっとお見せしたいなと思って来てみました。で、ベルトのところ、これシャーリングですけど、ベルトしてるんで全然見えないので問題ないかなというところです。はい、えっ、ー、と最後4つ目のコーディネートですね。アクティブスポーツ系。なんかさっきね、あの、ネクタイのタイルアップ構図を見せたら、ふざけんな森と。 なんかこんな家の中でネクタイするやつとかいねえよっていうような突っ込みとクレームが今大量に来たんで、ちょっと急遽こっちのね、コーディネート差し込みました。あの、休日とかね、あの、楽な時はやっぱりこういう格好がいいなっていう方もいると思うんで、HIP ソリートのジャージのセットアップですね。 非常に綺麗なシルエットです。ちょっとこれ袖通すまでは、本当にこう普通のジャージーセットアップなのかなと思ったんだけど、ちょっとレベルが違いますね。かなり高級系です。あの六本木ヒルズにポルシェに乗り付けて買い物しに来る金持ちはこういう格好してるっていうのが僕の勝手な固定概念です。カルディジャージーっていう素材で、これでもかっこいいじゃないですか。あの、前開けてもかっこいいんですよ。まあ相変わらず語彙力ないんですけども、まあこういう感じ。何かっていうと、生地がちょっと ななのででとしないんですよちょっとジャケットっぽいというかアウターっぽい感じで着られるっていうのとフードも二重になってるんですねだからちゃんとこう形ができてるじゃないですかここでなんでこの辺がフードが立ってると小顔効果があるんでねスタイルよく見えるっていう効果もありますしやっぱそのアウター感が出るんですよねそうすると何かこうランニングのついでにどっか歩いてますっていう感じには全然雰囲気がならないっていうところがやっぱこの作りの良さじゃないですかね でカルゼ素材っていうのもすごく急乾速化性が高い素材で太胸なんで肌の辺りもすごい柔らかいもですねだから本当にもうスポーツウェアとしてはもちろん着られるんですけどもまあこれ普段着として使ってても全然そのスポーツツイジェか着たっていうふうにはならないこういう生地なんですねカルゼって言ってこうちょっと斜めになってて肌触りがすごくきて柔らかい感じでここに機能タグがあるんですけどもフォーベーイストレッチとあとクイックドライですね 裏裏ももメッッシュになってますねポケットの裏もパフォーマンスウェアとしても使えるレベルのちょっとこの値段のものを買ってあのスポーツウェアとして使える人がどれだけいいのかっていう話はちょっと置いといたとしてまあでもそれぐらいであの本当に楽に着られるスペックですよっていうことですねでパンツもね前にこういう風なステッチが入ってるんでクリース入りみたいに見えるからだらしなく見えないんですよねこれがまたいいですよね で、足元はあのヘルノラビナーのスニーカーです。あの先シーズンから展開してて、すごく人気のあるモデルなんですけども、スカルーパーっていうんですかね、こことのコラボレーションなんですよね。だから値段がちょっとヘルノ価格じゃなくて、あのヘルノにしてはスニーカーとしては非常に買い求めやすい価格になっていると。でもすごいヘルノのセンスが入って、かっこいいですね。で、上はあのチルコのカシミアタッチのチルコのカットソーのグレーですね。これはクルーネックになっています。 さらっととていいなともうこれはもう全体的に全身もすごくイージーイージーな感じなんでこのままもう寝たり起きたり何でもできるなっていう感じですね。<music> という感じで、えっと、10月のコーディネート最後あのせっかくこうオンラインミーティングみたいだからタイルアップで終わりたかったな流れ上このなんか本当のリモートミーティングみたいな格好になっちゃいましたけどもそんな感じで10月のまあ大体15度ぐらいから25度ぐらいまでは上脱いだり来たりすれば 使えるかなっていうような感じのコーディネートのご提案をさしあげましたまた11月のコーディネートやりたいと思いますのでぜひあのこれに懲りずあの継続して見ていってくださいそれでは今日の動画は以上ですいいねと思った方はいいねの方とチャンネル登録もぜひよろしくお願いします11月12月1月と永遠に続きますのでよろしくお願いしますあとインスタグラムの方でねミノー5というアカウントであのこういった着こなしの提案をやってますのであのそちらの方のフォローもしていただけると励みになりますそれではまた次の動画でお会いしましょう森氏でした じゃあねージャブスから待望のデニムが出されましたね。なんかやっぱりジャブスらしい感じなんですけどこれでデニムがもううちの中でブランドで6個ぐらいになっちゃったのかな。なんかどんどん増えてきますけどもまあその中からまたね JJR に合うもの合わないものが出てきてまたモデルとかも出てくると思うんでちょっとどれがどうなるのか楽しみだなと思いつつ。 まあでもジャブスのデニムはもう本当にまあ動画の中でも言いましたけどもう問い合わせがすごい出す前から来てたんで、まあ、結構人気になりそうだなと思って配てみたんだけどやっぱりすごく履き心地がいいですねちょっとこの辺りは皆さんもチェックしてみてください